はい、どうも、こんにちは。あ、こんにちは。久しぶりです。山下です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、あれなんですか？中国なんですか？いや、結局僕も行けてなくて、日本にいます。日本の東あ、京でそうす。なんですね。はい。じゃあもう結構長いこと行けてないとか、そういう感じなんですか？そうですね、2年ちょっともうこっちにいることになりまして、まはい。だゼロコロナ政策が続いていて、ゼロコロナ政策、はゼい。ロコロナ政策が続いていまして、結局、まだ、1週間プラス3日の隔離期間が中国では必要で、はい。まあ、そこで結構時間取られちゃうので、まあ、ちょっと今、インバウンド等々も戻り気味なので、そこに向けて日本でできることを探そうという感じで今、動いてます。これ中国いつまでこれ続けるんですか、ゼロコロナって。なんか今月、党大会があって、はい。で、その中でちょっと大きな方向性見えてくるんじゃないかとは言われているんですけれども、まあ、なんかそのはい。関係者の間では、もう来年の、まあ、春か夏ぐらいまで続くんじゃないかみたいなことは言われてます。今、で一も応なんかしもょう、はい。う、もうでも、中国ぐらいですよね、そういうの続けてんの。中国ぐらいですね、今。中国中国ので人も、たち、は中い。国の人たち、それどう思ってんすか？いや、今結構ちょっと疲れてきてはいて、特にその今年の上海のロックダウンがあったじゃないですか。はい。まあ、あそこから、ちょっとしんどいなって言って、海外に、移動する人とかも増えてきたりとかしてますし、最近だと本当に、一人二人陽性者が出ただけでその、まあ、そのマンションの一区画が、ごそっとこう隔離になったりとかっていうことが、まあ、続いてるので、まあ、大体、まあ、その方針が分かっているんだけれども、自分たちでは何ともできないので、まあ、耐えてるっていうか、結構耐えしのぐなる感ほじどですかね。ね。言えないかなっていうような話はたくさんするんですけれども、自分たちでは何もできないので。でも、それは習近平的にはいいと思ってるんですか、それ。まあ、そうですね。経済的には今ちょっと大変ですからね。なんとかしなきゃないっていうところはあるとは思うんですが。まあ、それも含めて多分この10月ゼのロ党コ大ロナやめればいいんじゃないですか。ゼやロめコてロほナしやいめな。ればいいとかっていうふうにはなれないんですか。ちょっともう完全にそれはもう上層部の判断で、ね、僕らはそう願ってはいるんですけれども。なってほしいですね。はただ今、こう結構インターネット上で、オンラインで、不動産買ったりとか、まあ、投資したりとか、まあ、そういう、まあ、ビジネスの往来とかっていうのは少し増えてきたので、少しずつその辺の動きがあるみたいですけれども、堀江さんって、インバウンド、もう、ちょうど2日ぐらい前、数日前から戻ってきた感じですけれども、飲食店の方とかって、回復してきてる感じってなんかあるんですか？まあまあ、ぼちぼちぼちって感じですけど、やっぱり中国が来ないんで、本格的にはやっぱりその日本のインバウンド半分以上は中国だったんで、はい、それが戻ってこないっていうのは、まあって感じですね。僕最近ですね、まあ、北海道の小樽出身なんですけど、小樽の、観光大使になって、で、ここから先、ちょっと北海道をもうちょっとこう中国向けにブランディングして、商品開発だったりとか、そういったものをこう北海道でして、北海道商品を、まあ、中華圏とか東南アジアにどん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 やっていこうかなと思ってはいるんですけれど、なんか大樹町ってそういうような取り組みってされてるんですか？大樹町で何の取り組みですか？なんかそのインバウンド。外国人向けのやつとかっていうの。いや、外国人あんま関係ないですね、我々は。その北海道の、その大樹町は関係ないです。ああ、なるほど、なるほど。中国向けになんか今から仕込むみたいな、そんな感じのこととかっていうのはあったりするんですか？まあ、もともとその和牛とかの事業は、それが必要というか、そっちがメインなので、中国戻ってきてくれたらいいなっていう感じではありますけどね。なるほど。ちょっと今日お話聞いてほしいことがありまして。はい。
ちょっとインバウンド、今その僕地域に関わりながら地方自治体をどういうふうにこう外国人観光客を呼んでくるかっていうような話をたくさんこう受けることがあって、はい、その中でちょっと考えたことがあって、で、なんかそのインフルエンサーを呼ぶとか一泊二日で来てもらってその表面的な観光だけして帰ってくるっていうのが多くて、で、はい、なんかまあそれってもう調べればすぐ出てくるんじゃんみたいな。最近、まあ、中国とかもそうなんですけれども、まあ、外国人のインフルエンサーが基本的にみんな東京にいるんですよ。で、東京にいて、みんな同じようなものをすごいこう、コンテンツにしていくんで、まあ、実際もうちょっとその、リアルな中国、まあ、リアルな日本の農村とか地方を見たいっていう人がいるんで、なんか農村で、農村とかその地方自治体が、半年とか、まあ、3ヶ月とか、そういうレベルで外国人に住居を無料で提供して、まあ、住み込み型の情報発信なんかできるようなプラットフォームを作れないかなと思ってるんですよ。はい。で、要はその、まあ、そうすることで何が起こるかっていうと、まあ、住み始めて1週間、2週間は割とこう、ベタな観光地っていう動画作ったり、生放送したりするんですけど、なんか飽きてきて、で、その商店街とか行き始めたり、何でもないようなところに暇つぶしに行ったりとか、なんかその地元の人と絡まり出し始めて、でそうするとこう地元にある人とか物とか食べ物とかが、結構そのコンテンツの核になっていくじゃないですか。なんかその地方に引きつけるために、やっぱこう人とか、ならではのコンテンツっていうのを、まあ、日本人がどれだけこう発掘しても全然響かないっていう現状があるんで、なんかその自治体が外国人を呼んで、住まわせてサポートして発信してもらうみたいなのを日本に数箇所作って、まあ、そこをぐるぐる回ってもらうみたいな、なんかそういうようなことを今ちょっと考えているんですね。なるほどね。なんか、まあ、コンテンツなので、3ヶ月とか、半年とか住むと、まあ、すごい愛着が湧いてくるというか、多分最終的には、こう、ウルルン滞在期みたいな、ちょっと感動の別れみたいなものをちょっと作って、で、そこに、インフルエンサーが滞在している間に、まあ、これうまいって言ったものを EC で販売できるようにしたりとか、あとはその、まあ、BTS とかも本当に規模は違うんですけど、やっているのが、まあ、仮住まいしていたところ、民宿みたいなものが、その後聖地化していくみたいな、はい、そういうようなものをなんかその日本各地に作ったり、はたまた、まあ、海外と同じネットワーク共有して日本人のインフルエンサーとか海外に行って、まあ、旅しながら住みたいインフルエンサーさんってすごいたくさんいるじゃないですか。その人たちと、地元を PR してほしい自治体さんと結びつけて、で、まあ、ファンに向けて、まあ、10万、20万とかのファンかもしれないですけれども、まあ、情報発信していきながらビジネスを作っていくっていうようなことを今考えていて、ちょうど来年から北海道で進めようかなと思っていたんですね。いや、でもいいんじゃないですか、それは。はい。良さそうですか。なんかその地域の、はい、地域でそうやってこう、まあ、商品とかを発行してもらう、自由に与えて発行してもらうっていうことで、またなんかその北海道の自治体さんとか、クレさんがやってるところとかも、なんかコラボできたりとか、したいなと思いますし、結局、なんか自治体の予算の中で、まあ、やってることとコラボできるかどうかは別ですけど、まあ、海外、僕はね、なんか、日本に海外のインフルエンサーさんが、はい、来てくれるようなプラットフォームを作るのはいいと思いますよ。その日本のこう自治体ってこう、はい、海外に対するアプローチ、観光立国だとかって言ってる割には、はい、そのなんか東京とか京都とかそういったところは知られてるし、まあ、一部その地方でもニセコとか白馬とか、はい、まあ、飛騨高山とかなんか有名になってるところには、まあ、沖縄もそうですけど、まあ、来るんですけど、よりそのマイナーなローカル地域であって、だけどじゃあそこがその僕が今言った地域にそんなに大きく劣ってるかというと、別にそういうこともなくないわけじゃないですか。はいはいはい。だからそういったところにいつも言うのは、もっとこうアピールした方がいいんじゃないですかと。
海外に対してもっとアピールしておけば、まあ、中国、まあ、半分以上は中国なんですけど、はい、人数的に言うとね。だからまあ